ロッケ、オムライス、ビスケット、アイスクリーム。多くの洋食が普及した明治時代で、庶民が好んでいたメニューをご存知ですか？今の日本の食文化は、急速に西洋化が進んだ明治時代の食文化に強く影響されています。当時の人々にとって斬新な食べ物だった洋食はハイカラとされ、多くの人から注目を浴びました。しかし、日本に流入してきた洋食の数々は高級品であり、庶民が気軽に食べることができないものがほとんどだったのです。では、明治時代の庶民は、一体、どんなものを好んで食べていたのでしょうか。洋食が大人気となった明治時代のリアルな食事事情、当時の庶民の好物とは一体。こんにちは、女学生 VTuber の春日陽です。今回は明治時代の庶民に人気のあったご飯、おやつ、おかずについて解説します。それでは早速、明治時代の庶民の基本的な食事から見ていきましょう。明治時代の庶民の基本的な食生活、まずは明治時代の庶民の食事についての基礎知識を紹介します。明治時代では農作業に従事する百姓の家が多く、食べるものはほとんどが自給自足でした。このような庶民の家では白いご飯が食卓に上がる機会は少なく、麦飯、あわや冷えなどの雑穀、大根や芋を混ぜた糧飯を食べることが多かったようです。これに漬物と汁物を追加したのが明治時代の庶民の一食でした。おかずも少しの野菜や魚など質素なものしか出ず、ご飯をより多く食べることでお腹を満たしていたようです。当時の庶民は1日に茶碗5杯から6杯ほどのご飯を食べていたんだとか。ご飯ばかりをたくさん食べるのは大変そうですね。このように当時の庶民の食生活は質素倹約が基本だったのです。しかし中には庶民に人気のあった食べ物もたくさんありました。そば、うどん。まず最初に紹介するのはそばとうどんです。明治時代の外食メニューの定番といえばそば、うどんでした。これらのメニューの値段は明治3年には5厘、明治43年には3銭程度となっていました。3銭は今の価値にしてだいたい600円くらいなので、かなりリーズナブルですね。今お店でうどんやそばを食べるのとあまり変わらない感覚かもしれません。明治時代から大正時代には製粉、製麺技術が発展し、町に大衆そば屋やうどん屋がたくさんあったそうです。鍋焼きうどんを行商人が屋台で販売していたこともあったといいます。そばやうどんは昔から庶民に馴染みがある食べ物で、町にはそば屋やうどん屋が軒を連ねていました。特にそばは大晦日に年越しそばとしてそばを食べる文化が明治時代にはすでに定着していたとも言われています。年末にはそば屋やうどん屋でも年越しそばが提供されていたそうです。ただしそばやうどんの中にはとても高価なものもありました。今も稲庭うどんなどご当地グルメとして有名ですが、稲庭うどんは明治時代にも存在していました。比較的リーズナブルなことで知られるうどんですが、稲庭うどんは宮内省に上納されるような超高級品だったそうです。稲庭うどんは庶民が食べるようなうどんではなかったんですね。一口にうどんといってもそのお値段はピンキリだったのかもしれません。お茶漬け。次に紹介するのはお茶漬けです。お茶漬けは明治時代の庶民の間ではかなりメジャーな食べ物だったようです。明治時代は炊いたお米を長期間保存する技術がなかったので、庶民の間では固くなったご飯にお茶をかけることでお茶漬けとして食べるのが普通でした。明治時代の庶民にとって馴染み深いお茶漬けですが、その歴史はなんと平安時代に遡るそうです。例えば源氏物語や枕草子でご飯に白湯をかけた湯漬けが登場しています。さらに冷たいご飯に水をかけた炊飯も存在していたようです。当時はお茶ではなくお湯や水をかけた料理だったんですね。この頃もお米を長期保存する方法がなかったので、お湯をかけて食中毒を防ぐ目的もあったといいます。そんな湯漬けがお茶漬けとして庶民の間で広まり始めたのは江戸時代のことでした。江戸時代になるとお茶が庶民の手に渡るようになり、ご飯に番茶をかけた茶漬けが人気になりました。お茶漬けの上に具や薬味を乗せるようになったのも江戸時代からのことだそうです。やがてお茶漬け専門店である茶漬け屋が町に出現するなど、庶民の人気グルメとして有名になりました。ちなみに江戸時代の高級料亭
やお膳で出されたことがあるお茶漬けは、なんと現代の価値にして10万円以上するものだったという話があります。なぜこれだけ高かったのかというと、川まで水を汲みに行くのに半日かかったからなのだそうです。庶民のファストフード感覚だったお茶漬けも、提供するお店が違えば高級品になるんですね。明治時代にも茶漬け屋は健在で、お茶漬けは庶民にとって身近な料理の一つでした。文豪として知られる森鴎外の好物は饅頭茶漬けだったことが有名ですよね。これはご飯の上に饅頭を乗せてお湯をかけたものらしいのですが、果たして本当に美味しいのでしょうか。また名古屋のご当地グルメひつまぶしは最後にお茶漬けにして食べるのが主流ですが、これは明治時代に生まれた料理なのだそうです。江戸時代に人気を博したお茶漬けは、明治時代になってもバリエーションを増やしつつ愛されていたんですね。牛鍋。次に紹介するのは牛鍋です。明治初期にはお金持ちの食べ物というイメージが強い洋食ですが、明治時代後期になると庶民の間でも洋食が普及し始めます。特に有名なのは文明開化の象徴である牛鍋ですね。牛鍋は今のすき焼きのような料理で、牛肉と野菜などを醤油や味噌で煮ながら食べる料理です。この牛鍋が流行したことは、日本の食文化の歴史にとってとても印象深い出来事と言えるでしょう。かつての日本には主に仏教の影響などで牛肉を食べる文化があまりありませんでした。とはいえ、昔の日本人が全く肉を食べていなかったというわけではなく、動物の肉を薬と称して薬食いしていたという記録はあります。そんなお肉が大っぴらに食べられるようになったのは江戸時代後期から明治時代のことです。明治時代になると、日本が欧米に負けない国力をつけることを目的とする富国強兵政策により肉食を推奨するようになります。明治2年には海軍が栄養補給の目的で徐々に牛肉を食事に取り入れ始め、明治5年には明治天皇が初めて牛肉を食べました。これにより世間一般に肉食が広まっていったのです。特に牛鍋は明治時代に大流行し、明治10年頃には東京に558軒もの牛鍋屋があったと言われています。店舗の数からして牛鍋が当時どれだけ流行していたかがわかりますね。牛鍋は醤油や味噌が味付けのベースなので、西洋料理に不慣れな庶民にも受け入れやすかったとされています。そんな牛鍋は当時どれくらいの値段で提供されていたのでしょうか。明治28年には横浜新井屋で牛鍋が4銭で提供されていたそうです。他のお店でもだいたい5銭程度と、今の価値にして1000円くらいでした。牛鍋はものすごく高級な品という感じではなく、少しお金を出せば庶民も食べられるものだったんですね。そのため明治時代には牛鍋イコールハイカラとして庶民の間でも流行り、みんながこぞって牛鍋を食べたといいます。明治時代の小説あぐら鍋によると、牛鍋を食べることは文明開化の洗礼を受けることとされていたようです。逆に牛鍋か跳ねば開けねえやつと言われていたといいます。当時は牛鍋を食べることが流行の最先端だったんですね。カレーライス。次に紹介するのはカレーライスです。カレーライスもまた明治時代に広まった西洋料理の一つですね。基本的に高級品とされることが多かった西洋料理ですが、カレーライスはいち早く庶民の間に広まった食べ物として知られています。日本にカレーライスがやってきたのは幕末から明治の初め頃とされています。明治4年に山川健次郎という人物が米国留学の戦場でカレーライスに出会ったという記録が残っているそうです。そして翌年の明治5年には西洋料理指南という本でカレーライスの調理法が掲載されています。ここから日本のカレーライスの歴史が始まるんですね。様々な具材が入っていて栄養価が高いカレーライスはまず軍隊で注目されました。軍隊では当時栄養不足による脚気などの病気が問題視されていたからです。明治6年には陸軍幼年学校で土曜日の昼食にカレーライスが採用され、明治17年には海軍でも脚気対策のために給食が洋食化され、カレーライスを食べるようになりました。特に海軍では独自のレシピを使った海軍カレーが登場するなど、カレーライスがよく食べられていたようです。ちなみに明治9年には札幌農学校でも寮の食堂メニューにカレーライスが採用されています。さらに明治38年には国産のカレー粉
ハチカレーが初めて発売され、翌年の明治39年には初の即席カレー、カレーライスの種が発売されています。このように手軽にカレーライスを作れるようになってから、カレーライスは徐々に一般家庭にも広まっていったそうです。またカレーライスに使う玉ねぎ、人参、じゃがいもなどの西洋野菜もカレーライスの普及とともに日本に広まったといいます。ちなみに先ほど紹介した西洋料理指南によるカレーライスのレシピには、カエル肉が材料の一つとして書かれています。当時はカエルを普通に食べていたのとびっくりするかもしれませんが、カエル肉は江戸時代にもカエルの串焼きなどが存在していたようです。カレーにカエルを入れるのはフランス料理を意識したからという説などがありますが、結局あまり浸透しなかったようです。大福、おしるこ。次に紹介するのは大福やおしるこです。明治時代に日本にやってきたビスケットやチョコレートなどのお菓子は高価だったので、庶民のおやつは和菓子が基本でした。特に大福やおしるこなどのあんこを使ったお菓子は庶民からの人気が高かったようです。どちらも江戸時代から庶民の間で人気があったお菓子です。まずは大福について紹介していきます。大福はうずら餅という和菓子が起源となっているお菓子です。うずら餅は今の大福よりかなり大きく、形がうずらに似ていることからこの名前がつきました。うずら餅は大きく、食べると満腹になるため腹太餅とも呼ばれていたそうです。そんなうずら餅は江戸時代になってある進化を遂げます。うずら餅に砂糖をまぶし、大きな福が来るという意味の大福餅と名前を変えて販売したところ、庶民の間でたちまち大人気になったのです。そんな大福の人気は明治時代以降も衰えることがありませんでした。次におしるこについて紹介します。おしるこも江戸時代に生まれたとされる料理で、元はすすり団子という料理でした。すすり団子は小豆を粉にしたものを入れた塩味の汁で団子を煮込み、砂糖をかけたものです。砂糖がかかっているとはいえ、すすり団子の味はしょっぱかったそうです。しかし江戸時代後期には砂糖の供給が安定し、すすり団子が甘い味付けになり、おしるこ となりました。おしるこはもともとしょっぱいものでしたが、甘いものが乏しかった明治時代には庶民に人気の甘味に進化していたんですね。おしるこ屋として有名な店もいくつかあり、中には特殊な方法でおしるこを販売していた店もあったようです。それが新橋にあったという12ヶ月というお店です。このお店では味が異なる12杯のおしるこをすべて食べ終わったお客さんはおしるこ代が無料になり、反物などの商品が店からもらえるというルールがあったといいます。このお店の他にも銀座のおしるこ屋さんなどでもこの形式で販売されていたおしるこがあったようです。今川焼き、たい焼き。次に紹介するのは今川焼きやたい焼きです。今も多くの人に人気がある今川焼き、たい焼きですが、これらのお菓子は明治時代から愛されているお菓子です。まずは今川焼きについて紹介します。今川焼きは明治時代に庶民のおやつとして大流行したと言われていて、町には今川焼きを売る店が乱立していたそうです。森永製菓創業者の森永太一郎が焼き芋屋と今川焼きがある限り銀座での西洋菓子の進出は困難と語ったという話があるほど、今が和焼きの人気は絶大なものだったのです。一方でたい焼きが初めて登場したのは明治時代後期のことでした。時は明治42年、大阪生まれの神戸清次郎という人物がたい焼きを考案したと言われています。神戸清次郎さんは何和屋総本店の初代です。彼が開いた店では今が和焼きが売れず、売り上げが上がらないことに悩んでいたそうです。世間でものすごい人気があったはずの今川焼きが売れないなんてことがあるんですね。当時はもう今川焼きブームが去ってしまっていたのでしょうか。そこで彼は縁起物として人気のモチーフである亀をデザインした亀の子焼きを売り出しました。しかしこれは失敗します。さらに縁起物であり高級食材でもあるタイのデザインを使ったタイ焼きを作って売り出したところ、これが大成功しました。なぜ亀の子焼きではなくたい焼きが売れたのでしょうか。どちらも縁起物として知られる生き物ですが、どこに違いがあったのでしょうか。タイは今でこそお寿司のネタや刺身として食べることができますが、明治時代ではかなりの高級品でした。つまりタイを庶民が口にする機会はほぼなかったのです。そのタイをお菓子のモチーフにすることで高価な縁起物を気軽に食べることができると
庶民のハートをつかんだということなんですね。こうしてたい焼きは現在も人気のお菓子となったのです。あんパン、最後に紹介するのはあんパンです。明治時代にはお菓子にも西洋化の波がやってきました。その代表的なお菓子の一つがあんパンです。あんパンは明治時代を代表する和洋折衷料理の一つで、木村屋総本店で生まれました。木村屋は明治2年に木村安兵衛という人物が創業した日本最古のパン屋さんです。明治時代の初めにパン屋さんがすでにあったんですね。当時のパンといえば西洋から伝わった硬くてパサパサのパンが主流で、パン食が世間にほとんど広まっていなかった時代です。比較的洋食に触れる機会が多かった富裕層すら普段はお米メインの食事でした。そんな時代にパン屋さんをオープンさせるなんてすごいチャレンジャー精神ですよね。当時安兵衛とその次男の栄三郎はどうやったら日本にパン食を広めることができるかを考えていました。そこで彼らが目をつけたのが酒まんじゅうです。酒まんじゅうはしっとり柔らかくあんこが入っていることで人気のお菓子でした。彼らは当時はイースト菌が日本で希少だったことから、酒種を使ってパンを柔らかくすることを思いついたのです。こうしてあんパンが誕生しました。欧米の食べ物であるパンと日本の食材であるあんこを和菓子っぽい製法で作ったことで、日本人の口に合うパンが生まれたのです。このあんパンは明治8年には山岡鉄舟が明治天皇に献上し、宮内省御用達にもなっています。また日清戦争では兵士たちにあんパンが支給されました。さらに世間でも木村屋のあんパンの知名度が上がり、明治30年頃には1日10万個以上売れる大流行となったそうです。当時のあんパンの値段はどれくらいなのかというと1個1銭でした。ハンバーガーチェーンでスタンダードなハンバーガーを1つ買うのと同じくらいですね。庶民でもお求めやすい、かなりリーズナブルなお値段だったのではないでしょうか。さらに明治時代にはジャムパンやクリームパンなどのパンも登場し、世間でパン食の人気が高まっていきました。ちなみに皆さんはシベリアって知っていますか？カステラに羊羹を挟んだシベリアも明治時代後期から大正時代以降に多くのパン屋さんで作られていたお菓子なんだそうです。シベリアの起源には諸説ありますが、一説には明治42年の日露戦争に従軍した菓子職人が考案したと言われています。そんなシベリアがお菓子屋さんではなくパン屋さんで製造されていたのはなぜでしょうか？その理由は当時のシベリアの製造方法にあります。パンを焼いた後のパン焼き釜の余熱でカステラを焼き、あんパンに使うあんを挟むという方法で作られていたそうです。シベリアはやがてミルクホールの定番菓子として定着しました。パンやカステラなどの生地にあんを合わせるという文化はあんパンが生み出したものだったんですね。さて今回は以上です。いかがでしたか？明治時代というと目新しい洋食がどんどん取り入れられていったというイメージが強いですが、庶民にはあまり浸透していなかったようですね。今を生きる私たちが当たり前に食べている料理も昔の人にとっては高級品だったのです。うどんやそば、大福やおしるこなど江戸時代から人気だった食べ物が明治時代でも引き続き人気を得ています。しかし明治時代後期になると洋食が庶民の間にも広まっていき、大正時代から昭和時代にかけて定着していきます。人々の食生活は時代によってどんどん変わっていくんですね。このようにこのチャンネルではレトロな歴史や文化、明治、大正、昭和を中心に活躍した人物について紹介しているので、チャンネル登録がまだの人は今すぐポチッとしておいてくださいね。